かったって思った。結構最初怖かったもん。最初の顔合わせ超怖かったし、ドキドキした。すごい、なんか1年だったし、あそうだよね、喋んなかったから、やっぱみんなそういう人なのかと思ってた。正直どういう人で喋んなかった。最初別にパッと見しか分かんなかったから、うん、でも最初なんかハチプロで見た時、話した時と今と全然イメージ違う。違う、私も違う、超怖いイメージだった。マジで、でも私も一番強めだった。強めだったよね、強い。私強かった嘘だー。だから今とは全然違う。強くないよ絶対そうだよね。あ、強い、この人。私何やってたんで。いや、やっぱオーラとかもあるよね、多分。そう、すごい圧倒されたから。最初とかあんま喋んなかったじゃないですか、やっぱり。え、でもあの時結構私喋ってた気がする。あ、ハチプロについてから。そうですね、でも、あ、第一印象、最初の一番最初なんか3人で、3人で来た時、私なんかトイレから出てきた後だったんだ。で、ちょうどなんかこう鉢合わせした感じだったけど、車で3人で同じあ、違うよ、そうだ、エリちゃんとエリカちゃんは3人で一緒だったからね、うん、時とかあんま喋らなかったです、うん、あ、そうだね、その時はちょっと怖かった。でもみんなによく言われる、なんか多分なんかこう上からも圧迫されてる、でかいしすごい圧迫感がある。あ、